東道家信官営13年2月19日は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。東道氏の家臣、通称は四季部。大御国の磯の出身であり、元は磯崎兼七といった。前原磯村の磯崎氏の系図によれば、磯崎行部左衛門のの六夫とされているが、竹内家の系図では、兄弟姉妹は三人になっており、 妹の川崎三郎佐衛門室と稲葉伊之助がいる。大御国の磯崎神社に神官として、竹内宿根の公営、竹内信ザネが京都より派遣され、加盟勢を名乗った。その後、磯崎を名乗って磯崎神社の宮司となったのが、磯崎家の始まりである。竹内家には、磯崎大明神の掛け軸が残されている。なお、総国史によれば、 磯崎家の原生は、ガモとなっており、竹内家の系図にも、カモと名乗っている時期がある。ガモ氏里の三代前の磯崎家卿と、ガモ貞秀兄弟の時代から、磯崎生とカモウをそれぞれ使用するようになった。磯崎金七は、東道高虎に仕え、文禄、慶長の役に参加し南原城の戦いで得た、敵将の衣服が残されている。 関ヶ原の戦いにも参加、大阪夏の陣では、長曽我部氏の吉田茂地か、横山将軍を撃った。これはその日一番の手柄ということで、徳川家康からの門を拝領し、代々式部下では、当主が男門として使用することになっている。経図によれば一時は二万国を治療し、慶長十二年に、東道生を授けられ、東道式部を名乗った。また、 大阪夏の陣の時で受けた戦勝に対して家康が与えた権限様頂戴の御難攻が現在でも伝わっている。官営十一年、伊賀国領内で起きた鍵屋の辻の血統の際に荒木又右衛門らを預かっている。官営十三年二月十九日に京都で死去。紫の大徳寺の達中、大公院には東道式部下の五代、内名、新福。 信方と、磯崎九郎左衛門の墓がある。なお、式部家は、明治13年に、東道政から、元の竹内に複製している。三重県編、東道高虎関係資料集法ありがとうございます。